はいどうもこんにちは、山本天音です。本日はですね、ハロウィン特別企画です。いつもでしたらですね、こうやってキャンバスにね絵を描いたりするんですけど、今日はですね顔がキャンバスです。はい、ちょっとふざけたこと言ってるんですけど、ちょっとライトもバシッと当てて、今日はですねこの僕の顔にですね絵を描いていこうと思います。で、絵を描くっていうよりもメイクですね。で、何のメイクをするかというとですね、ちょっと絶好調で上映中のジョーカーフォリアドゥ、まあジョーカー2ですよね。で、あのジョーカーをですね今日はやっていきたいと思います。はい、実はですね僕ね大学時代ですね毎年のようにジョーカーの仮装をしてたんですよ。それぐらいですねジョーカーが好きです。はい、ちょっとかっこいいじゃないですか、中二病っぽくて。はいで、今日はですねこのホアキン・フェニックスが演じるジョーカー、こちらやっていきたいと思います。で、この動画を見てね、僕一応そのどうやってやるかっていうのをね解説していくんで、道具とかもね全部解説するんで、皆さんよかったら今年のハロウィン、ジョーカー一緒にやりましょう。で、ね、もしお孫さんおる人やったらもうちょっとね怖がらしたりとか、で、若い方やったらね友達驚かしたり奥さん驚かしたり、逆に奥さんがねこれやってもいいです。はい、奥さんがやってで、旦那さんを驚かしたりですね、いろいろね、こう、楽しんでください。僕はですね、土学3年から大阪芸術大学美術学科出身で、大学院を出て、大学で3年間働いて、今は画家をしながら、オンライン絵画教室と、大阪の文化センターで絵画教室の先生を務めております。博術会の会員です。絵を習いたいという人は、概要欄の公式ホームページまでご連絡ください。よろしくお願いします。はい、では早速ですね、やっていきましょう。あ、ちなみに、チャンネル登録ね、今年4000人な、目指してます。1万人とか言ってたんですけど、それはちょっとね、あれです。はい。無理なんで、4000人でもいいんで、ちょっと厳しいんですけど、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは本題へ行きます。ジョーカーメイクが。ではですね、早速メイクしていきます。で、今日使うものはですね、全部 Amazon で入手できるアイテムだけなので、皆さんよかったら Amazon でゲットしてみてください。はい、こちらですね、概要欄に貼っておきます。リンクね、購入リンク。これは顔とか、体とかにも使えるっていうやつです。これ使っていきましょう。で、髪の毛、ジョーカー緑なんで、ワンデイクレイジーっていうやつ。これのコスモグリーンってやつね。髪の毛がですね、これで染まるっていうスプレーですね。これをちょっと買いました。なので、この2つ、これで今日はやっていきたいと思います。で、あと筆ね。筆はもう適当に皆さん普段絵って書いてるやつでやってください。はい。ない人は100均とかでもいいと思います。さあ、ちょっとなんか美容系 YouTuber みたいな感じのことやってますけど、ちょっと今からね、やっていきます。はい。で、髪の毛に、なんかね、つかないようにこういうやつが、髪の毛をね、上げときます。はい。っていう感じで髪の毛をね、全部上げました。じゃあ今からね、顔にジョーカーメイクね、これ、ちょっとやっていきたいと思います。まずですね、ちょっとこれ開けます。ちょっとほんまにこれ、初対面です。で、果たしてこれでほんまにね、うまくいくかどうかもわかんないんですよ。で、多分ね、この動画が上がってるってことは、うまくいったんじゃないかって思ってるんですけど、はい、ちょっと開けますね。はい、こちらです。じゃん。おー。結構ちゃんとしてますね、これ。で、これ全部動乱ってやつなのかなみたいです。はい、おーっとこんな感じで、全部で15色ですね。15色セットです。で、ジョーカーって真っ白じゃないですか。なので最初はですね、この真っ白の白からいきます。これって普通に使えるんかな、こうやっていいんかな。あ、いけそう。はい、こうやってね、ちょっと変な感じやけど、絵の具みたいに塗っていきます。さあ、あ、結構これちゃんとしてますね。結構白くなる、結構白くなりますね。さあ、じゃあもうこの調子でね、どん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 塗っていきましょう。なんかどうなんでしょうね、肌には良くないんでしょうね、きっと。ちょっと言うの忘れたんですけど、ジョーカーって、こう、赤い部分があるんですよ。だから、なんか、なるべく多分そこは塗らん方がいいんかな。この鼻の部分とか、すごい赤く塗ってるんですよ。
でそこはあえて残しといて上から塗った方が多分赤の発色が綺麗に出ると思うんで、あこれいいね、これもうすでにだいぶ白いですよこれ。ちなみに今、夜の11時です夜の11時にですね、一人で今僕はこうやって顔に真っ白な塗料を塗りたくってます。でもジョーカーこれよく見るとちょっとアイラインみたいなの塗ってるな。アイラインもいるんやな。いやでもこのノリがすごくいいんで、これ発色がすごくいいんで、こう塗っててですね楽しいですね。あこんだけ色塗ってくれた、乗ってくれたらね。なんかね前僕同じようなの買ったことあって、大学の頃で、その時がですね全然こう乗らなかったんですよ。発色が悪くてこんな乗らなかったですね。へーすごい。いやこれで皆さんもジョーカーですよ今日から。でこの口のとこはですねこう赤のせるんで、ちょっとですね白と混ざらないように残しておきます。いやーなんか最近ねすごい僕スキンケア頑張ってるんですよ。中村くんにですね中村くんよう出てくるけど中村くんにですねすごいおすすめのねスキンケア商品みたいな教えてもらって、でなんかそれでねめっちゃ頑張ってるんですよね。エイジングケア的な頑張ってんのにさこんなん塗っていけんのみたいなもう絶対ね肌にはなんかこう良くなさそうな気がするんで、まあでも逆にこれをするために頑張ってたって思ったらいいんか。このためにこれでちょっとなんていうか思いっきりマイナスくるから、そのためにケアを頑張ってたみたいなね、そんな風に思えばいいんじゃないかと思います。はい。いやでもいいじゃないですかね。やばいなこのままやと、このままやと結構やばいけど、いやでも結構ですね今いい感じですね。このもう白の段階でかなりいいね。いやーいいですね、ジョーカーらしくなってきたんじゃないですか。今ちょっとただの 白塗りのやばい人みたいな感じになってるんですけど、とりあえずねもう白はこんな感じでいいです。はい、白部分完成です。どうですか、怖っなかなかこれ暗闇にねこれバーって現れたらちょっと怖いような状態ですけど、うーん次どうしようかな。じゃあねこのピエロの赤い部分、いやこれ最後いった方がいいなね、最後いった方がいいですよね。じゃあちょっとアイラインの部分描いていきます。はい、ジョーカーねこれよく見るとアイラインがあって結構ですね目力があるんですよ。この部分をねちょっと再現します。ちょっとこの目の際にこうやってねラインを引きます。おこれだけで結構目力出ますね。ちょっと彫り深いんでちょっとここに影を入れておこう。青い絵の具をですね次使います。はい、これ見せようか、パレットね。はい、ちょっとこの青い絵の具ね使ってここに、ね、三角形があるんですよ。こういう、あやっぱ白と混ざりますね。このエメラルドグリーンみたいな、エメラルドグリーンみたいな色使ってみます。こっちの方が近いか。いや面白い、なんか顔に絵を描いてる完全に。これが結構目と近いですね。はい、もう一回ここにエメラルドグリーンをのせます。あ皆さんよかったらチャンネル登録してくださいね。チャンネル登録お願いします。
これあらかじめあれですね、やっぱ下のこの眉毛の塗るところは描かない方がいいですね。開けておいた方がいいかもしれないです。この、 あの鼻のとことか口のとこみたいに。下結構近いな、これ。下はもう目元ギリギリですね。目元ギリギリに、こんな感じかな。これどうやって落ちるんですかね今思ったけど。普通の洗顔とかで落とせますかね、これって。どうなんでしょう、ね、コメント欄で教えてくださいって言って もうその時はね、もう多分時すでにお寿司なんですよ。うん、なかなか風合いが出てきましたね。ちょっとですね、今この下のエメラルドグリーンと上のちょっと濃いウルトラマリンよりもっと濃いような色、クルシャンブルーみたいな色をこうちょっと混ぜて使ってます。で実際の色が結構そういうね色なんで、どっちの色でもないみたいな、ちょっと両方混じってるような色なんで、ちょっとそれを再現してみます。でこれめっちゃおすすめです。すごい発色いいです。すごい、これお子さんとかいらっしゃる方もなんかこうイベントとかでですね、なんかやりたいなってなった時にこうパーってね、めちゃくちゃ発色いいんでいいじゃないですかね。ジョーカーっぽくなってきました。いいんじゃないですかね。はい、ではですね、次この鼻とこの口です。これもうメインです。メイン、ここ塗っていきます。これはね、大きい赤ですね。はい、赤です。これはもうメインなので、あ、ちょっとねこれやったらあれですね、色がオレンジすぎるんで、あ、こっちやな、下ですね、下の色がいいですね。これお孫さんとかねいらっしゃる方、これやったらもうマジで人気者になりますよ。に人気者になるか、ちょっともうトラウマを植え付けるかのどっちかですねどっちでしょう。もしねされた方はね、コメント欄で教えてください。ジョーカーなってきましたね、だんだん。で口ですね、ここね、これすごいね、発色がめちゃくちゃいいです。超発色がいいですね。口の上はまっすぐで、うん、でもやっぱここ開けといてよかったですね。色が混じるとやっぱり微妙でした。で今ちょっとこのね、下だけやったら紫すぎるんで、この上とこう混ぜて使ってます。え、これマジで同じやつ使ってんじゃないってくらい色似てます。ジョーカーってこう口角がね、こうこの部分こう上に上がってるんですよ。それも再現してください。こっちがやばいね、この辺まで上がってる。すごい、完全再現じゃん。完全に再現しましたね。で眉毛がねここにあるんですよね。えらい上に眉毛があるんですよ。ここにこんな感じで眉毛があります。はい、ということでね、ジョーカーメイクはこんな感じです。で今回ね、こういうヘアスプレーも用意したんで、髪の毛セットしていきたいと思います。でジョーカーってオールバックなんですよね、髪の毛がオールバックなんで、まずオールバックにセットして、そこからこのヘアスプレーで、緑にして完成って感じですね。で今回のジョーカーはですね、上が普通のスーツのシャツなんですね。じゃあ髪の毛のセットしていきましょう。セットはこのアロマキフィっていうやつの、ヘアバターをねちょっと使っていきます。
はい、こうやって全体になじまして髪の毛につけていきます。で、オールバックですからね、横がですね、結構ね、ペタってなってるんですよ。横ペタの上ボリュームみたいな髪型、こんな感じでいいんかな。はい、ほんでこのスプレーを振るわけなんですけど、多分これ服とかにもついちゃうんで、上はなんかちょっとタオルかなんか、タオル、なんかタオルでこうちょっと服カバーして、よく振るって書いてたな、よく振って、うおーすごっ、すごいなこれ。あ、もう緑になった。わかりますか？わかります？もう緑になった。はい、っていう感じです。こんな感じですね。あの上もね、このジョーカーっぽい赤いジャケット、これをね着て完成です。ここまでしたらですね、結構ね、あの街とか行っても、目立った存在になれるかなと思います。はい、皆さんもですね、皆さんもですねっていうか、これをねしてくれる方どれくらいいらっしゃるかわかんないですけど、よかったらですね、あの概要欄にこちらのね、今日使った道具ね、これ載せておくので、またねジョーカーやりたいよっていう人はですね、ぜひこれをね買ってみてください。めちゃくちゃこんな感じで、なるんでめっちゃ良かったです。この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとハロウィン特別企画っていうことなのでね、ちょっと許してください。普段はですね、真面目に絵の話をしているんではい、で油絵とかもね、普段はね、もっとすごい真面目な絵を描いてます。皆さんもね、良いハロウィンを過ごしてください。決してね、渋谷で暴れたりとかね、そういうことはせず、礼儀正しいハロウィンを楽しみましょう。それではですね、またお会いしましょう。さよなら。うん、この髪型崩してもいいかもね。なんかちょっとこう、ふわってね。これもなんかちょっとおしゃれな感じしますね。おしゃれなジョーカーみたいな。はい。いいかも、こういうの。ちょっとね、いろいろアレンジして楽しんでください。はい。以上です。